ユーミン・ソング・ムシカル・ガール・フレンズは、既存の松藤やユミの楽曲のみで構成された、いわゆるジューク・ボックス・ミュージカルである。セリフは一切ない。初演版では、ヒロイン・シンリコ役に、歌手のカハラ・美と、元劇団四季の堀内恵子が、ダブルキャストで主演。2006年12月に、白品館劇場で公演され、カハラ版が DVD 化された。再演版では、 ヒロインシ理子役に鈴木蘭と堀内恵子が優子役に島谷ひとみと池田幸子とがダブルキャストで2008年1月から2月に東京、名古屋、札幌、岡山、静岡で公演された高校時代からの親友同士である二人の女性マリコと優子の十数年にわたる恋愛と友情の物語内向的で恋にも奥手な文学少女だったメガネ女子 マリコに対し、快活で恋の主練手下に長けている優子。物語は、優子の結婚式前夜、マリコが学生時代を思い出す歌から始まる。優子がマリコより一足先に結婚していく。そんな優子を思い、マリコは自分たちの間に流れた十数年という月日を頭の中に巡らせる。学生時代、マリコは人気者の陽気なサーファー。 ふみおに恋を打ち明けられずにいた。そんな、マリコの奥手ぶりに豪を煮やした優子が恋の秘訣をアドバイス。マリコが意を決してふみおに告白し、ついに両思いに。一方の優子も、スキーのディスコで知り合ったトールに、もうアプローチし付き合うことになり、この二組のカップルは輝く、青春時代を共に過ごすのだった。その後、社会人として忙しく過ごすマリコは、 ふみおと疎遠になり、別れの時が訪れる。一方の優子も、トールと別れ、マリコと優子は、女の友情を再確認した。そう思っていたら、今度は優子がふみおと付き合うことに。相馬まのように蘇るエピソードにマリコは一体、何を思うのだろうか。ユーミンソングミュージカル、ガールフレンズ2007年3月28日発売。ありがとうございます。